だけ消えゆく夢を数え枯れてく仲間を見た迷い慣れた道に迷い込むこの頃闇がもう一人の自分を作る乾いた叫びがくじけそうな胸を突き刺す君を誘って世界も見たいな Come along with me 誰にも出せない答えが僕の中にある限り気がかり届け Fly up high again なんと本当に完成させおったのか千年パズルを信じられん今世紀初頭にエジプトで発見されてから誰も成し得なかったものじいちゃんお前なんか変わったことはないか急に頭良くなったとか体力ついたとか別にないけどなんでほれケースに刻まれた文字じゃよ我を束ねし者闇の知恵と力を与えられんそういえば願いが一つ叶ったんだ友達ができたんだよ友達いやそれだけではないはずじゃ闇の知恵と力一体どんなものなのか何か嫌なことが起こらなければいいが悪魔ゲーマー地獄の罠脱獄無理だ。できるわけね。ここから逃げようした奴なんて、ジョログモのジローか。あいつくらいしか。け、何言ってやがる。俺はここから抜けててみせるぜ。大変だ一人脱走したぞまだその辺にいるはずだ馬なく探せ警戒ついでに変装の名人の鉄さんと言ってもらいたいな終わった終わったおいユギ帰りどっか寄って行かねえかうんそうだそれならさ新しくオープンしたバーガーワールドに行こうよあそこのハンバーガー美味しいって評判なんだちょっと待てお前らおお、一年生のくせに生徒会長に立候補して落選し、挙句の果てにお掃除委員になった本田くん。お掃除委員じゃなくて美化委員だ。お前ら、学校帰りの寄り道は基本的に校則で禁止されてるのを知らんのか？バーガーワールドって行ってみたいよね。行きましょう。お前な。あのさ、みんな。バーガーワールドって店なんだけど、アンズも行く？冗談あの店ってさ、むちゃくちゃまずいって評判なのよほんと開店して間もないのにお腹壊したって人が続出なんだから、絶対行かない方がいいってそれに先生も言ってたでしょ刑務所から脱走した凶悪犯の話。あ、そうそう凶悪犯だよ凶悪犯街中大騒ぎだもんね。なんだよ、ビビってんのかよ根性ねえぜ。だって、拳銃持ってるって話だし。しかしよユニ、最近アンズのやつ妙に付き合い悪くねえか。そういえばしばらく一緒に帰ってないね。まさかもしかしてアンズのやつ放課後援助交際とかやってんじゃねえだろうな。何を言う、我が子にそんな輩がいるはずない。そうだよ、アンズに限ってそんな。おお、ムキになって顔真っ赤だぜユニ。さてはお前。あ、そんなんじゃないよ。援助交際、アンズが、まさか、アンズに限って。うん？でも意外とアンズって親父好きのする顔してるし、やっぱりこれは、もういやー！待っててね、アンズ。美穂があなたを親父の手から救い出してあげるから。ざまあ見ろ。ついに自由を手に入れたぜ。あとは、仕事だ。
久しぶりだぜ、この感触、この緊張感。なに、空っぽ、それねえだろ。おい、次のニュースです。昨夜、ドミノ町の牛島金融に泥棒が入り、現金3000万円が盗まれました。犯人は隠し金庫を暴いて犯行に及び、当局では先日ドミノ刑務所から脱獄した窃盗の常習犯佐々木哲夫との関連性を調べております。冗談言うな、俺は盗んじゃいねえぞ。しかし隠し金庫があったなんて一体どうなしてやんだ。それだよ、これがすんげえ難しくてどうしても一面クリアできるんだ。お前んち行ってやってみせてくれよ。いいよ。あ、いいな、美穂も行く。美穂、そっか、ごめん、今日ダメだったんだ。私たちしばらくの間めっちゃ忙しいから、あんまり誘惑しないように。さあ行くわよ美穂。じゃあね。あれ美穂ちゃん、ついに美穂のやつまで援助交際の仲間入りか。嫌な世の中になったもんだぜ。城のうち、貴様、美穂ちゃんがそんなことするわけないだろう。撤回しろ。さもなければ今この場で腹を切れ。そうだよ、城のうち君、失礼だよ。へっ、甘えんだよお前ら。知らねえのか、今日アンズのやつお昼の弁当に何を買ったと思う。最高級スタミナ弁当だぜ、信じられるか。俺たちが一度も食ったことのねえスタ弁だぞ。つまりは金があるってことだろうが。バカな、幻のスタ弁を。いや、美穂ちゃんに限って援助交際などを。しかし万が一にも魔が差して、まさかが、リッチな親父には我々高校生にはないある種の魅力があるのもあながち否定できない。そんな、いや、しかしこれはもうなんてことだ。見つけた、美穂ちゃん、いけない目を覚ますんだ。俺が、この俺が君を救ってみせる。今日こそうまいことやってやる。もっとすげえ山を狙うんだ。こいつはすげえ。マリー・アントワネットが身につけていた首飾りスターライト、こいつを売り飛ばせば一生遊んで暮らせるぜ。なお、当局の発表によりますと、盗まれたマリー・アントワネットのスターライトはイミテーションであったとのことですが、偽物。その他にも30点に上る宝石類が盗難に遭い、当局は脱獄犯佐々木哲夫の仕業とみてその行方を追っております。ふざけるな、俺が盗んだのはこいつだけだぞ。どうなっているんだ。あー、終わった。おい本田、たまにはバスケでもやんねえか。いや、今日ちょっと忙しいんだ。さ、行こうか美穂ちゃん。ねえ、まさか本田くんまで援助交際とか言わないよね。いや、ありうるぜ。相手はリッチなおばん。それで決まりだ。もう少しは真剣に考えてよ。怪しすぎるよあの3人。というわけで尾行作戦開始。今日ちょっとカバン重いのよ。俺が持つよ。どうしたの？なんでもない、行こう。危ない。めちゃくちゃ勘がいいな。よし、行くぞ。ここはバーガーワールド。なんで？いらっしゃいませ。バーガーワールドにようアンズ。お前ら何やってんだこんなところで。バレた。しかも城之内、超口の軽いこの男にだけはバレちゃいけなかったのに。こら、なんとか言え。何って見ればわかるだろ、バイトだ。美しい汗を流しているんだ。お前、バイトは校則で禁止されてるだろうが、いつも偉そうなこと言ってるくせに。言うな城之内、俺だって悩んだんだ。胃に穴が開くほどにな。しかしな。だって美穂、欲しい洋服
こらこら君たち、お客様じゃないのかね。早くお席にご案内して。 ねえ城之内くん、やっぱり店に来たのまずかったんじゃない？アンゾ怒ってるみたいだし。へっ、ざまあ見ろってんだ。これで奴らの秘密握ったってことだぜ。でも可愛かったな、アンズのコスチューム。クソ、鉄目、どこへ来た。一同様、アンズ、当店のハンバーガーはケチャップをたっぷりかけて召し上がってくださいね。作ったら許さん、アンズ。アンズ、おめえら。まあこうしてバイトしてんのバレちゃったし、別にこれ以上隠すこともないけどさ、私お金貯めてんだ。卒業したらアメリカに行くためにね。アメリカ？ニューヨークでダンスの勉強するの夢なんだ。笑うなよ。あ、笑わないよ。あ、ね、城之内くん。ああ、安心しな、アンズ。俺らチクったりしねえからよ。チクったらこのハンバーガー1万個食ってやる。でもよ、この店こんなケチャップだらけのハンバーガー出して金取んのかよ。ひって店だぜ。安心しな、私のおごりよ。おい、見ろよユウギ、なんだか様子がおかしいぜ。うそ、脱獄犯。では例の脱獄犯がこの店の中に。ええ、今朝方通報がありましてね。商店街が荒らされたところを通ってきたんですが、今この辺りをしらみつぶしに探しているところなんです。あの犯人の顔写真はいないみたいだけど。奴は変装の名人だ。素顔を晒すことは滅多にない。よし、それなら一人一人踏んづかまえて。いや、それはまずい。何しろ奴は拳銃を持ってるからね。他に犯人の特徴は。3日前水の宝石店を襲った時、警備員と格闘になりましてね。倒れた警備員が逃げようとする犯人の右ふくらはぎを警棒で殴っている。その跡が残っているかも。それならあれ使えるわ。